どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日のロボックスは大好評セキュリティハウスシリーズ第4弾ということで、今回の敵は殺人鬼。家の中にね、いろいろな武器を大量に作って殺人鬼の攻撃から身を守ったり、逆にね、自分が殺人鬼になって他の家に突撃しに行ったりできるホーンテッドタウンというゲーム遊んでいきたいと思います。セキュリティハウス系シリーズ好きな人はチャンネル登録と高評価もよろしく。ということで皆さん、やってまいりました。この閑静な住宅街で今回はいろいろ物事が起こっていくらしいので、早速ゲームに入っていきたいなと思います。ジョインゲーム、ジョイン Q、ここか。始まりました皆さん。あと5秒で始まるみたいね。この中からランダムで1人殺人鬼側に選ばれて、他の3人はまあ身を守ろうという感じやね。ゴーストタイプがこの人で、スマイル君が今回は選ばれました。ということでエンプティールームに入りましょうみたいな感じかな。ここかな。じゃあ俺ここの部屋にしよう。ここをじゃあ僕の部屋とします。あ、いたいた、これが殺人鬼だ。やばい、殺人鬼の近くに作っちゃったな俺家。この襲撃から身を守るために俺はね、クローズ一回閉めます。一回閉めて、危ないよこれ時間経過でね、ほらこうやってコインがどんどんゲットしていくので、そのコインを貯めてこういう武器とかを買おうっていう感じやね。とりあえずこのコインをもっと早くしたいから、ちょっとこれ強化して、よしよしよし、200コインずつプラスにしていこう。やばい、来てる、危ないな。この扉、耐久値が1000あるから、まだ一応大丈夫っぽい。この辺とかにさ、クロスボウを置いて、このクロスボウとかも攻撃力アップ。さらにこれも攻撃力アップ。このドアとかも、多分ほら、ドアレベル2にしていこう。OK、これでほら、2000、耐久値2000になったぞ。やばい、来た、まずい。これ来てるよ。撃て、撃ってる、ダメージ入ってんね。いいよ、これ倒せるんじゃない？さすがに。おい、逃げるな逃げるな。で、多分ここに行くと、この光ってるところに行くと、ほら HP がどんどん回復していくよね敵は。そんな感じで、ちょっとここら辺にも、じゃあちょっとクロスボウをセットしときながら、さらにレベル3のドアにしていこう。これ絶望しよう、絶望。 OKOKOK 強いぞ。さあさあ、お前 HP が少なくなってきてるんじゃないか。これ多分ね、キラー側もね、レベルどんどん上げていけれるんよね。さらにどんどん強化していくよ、これも。ほれい、そしてほれい、そしてこれもほら見て、8000。これちょっと待って、これ結構強いぞ俺。でもダメージゴリゴリに入るんじゃない。さあどうなる。いいよ、倒せる倒したぞ。よーし、今回のキラーはまあレベル1やったから、ずっと多分まだやり方知らない子やったんかな。あ、これ見て、ほら、これ建物ごとに形違うんだ。どこの部屋を取るかっていうのを考えといた方がいいね。一回ぐらい俺もちょっとゴースト側やってみたいなって気持ちあるけどな。来ないかな。来い。あー無理か。14123、よろしくお願いします。ちょっと俺ここがいい。よーし、俺の部屋だ。すまんな。来てるね。あ、攻撃してる。今のうちに俺はでも大量にお金を稼ぐ必要がある。オッケー。なるほど。これレベル2にすると回復するんだ。うまいことレベル2にして体力全開にしたんだな今。でもキラーも攻撃してるとこうやってレベル2とかに上がっていくんで、どんどん攻撃力上がっていくって感じやね。いや、まずい、こっち来た。じゃあ俺もその作戦でいこうかな。減った瞬間にここら辺でレベル2にしていくと。オッケー。いや、ちょっと待って、攻撃力強くねこいつ。オッケー、レベル3にしといて、ちょっとクロスボウ作っていこう。ちょっとクロスボウ欲しい。ちょっとクロスボウを作っといて、相手の攻撃ちょっと減らしながら。OK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  返したかったかったかった。よしこういうことよね、おそらく必要なのは。でもキラーの攻撃力もどんどん上がっていくからね。お、なんか燃えてる。なんだあれ、キラーの特殊能力みたいな、なんかああいう技もある。いや、ちょ待って、いや、なんか作ってるんだ。え、こいつめっちゃ作るの早い、建築。なんかこういうやつも作れるんよね。ほら見て、ファイヤープレイス、ドアにファイヤーつけれるんや。あ、すげえ、ちょっとずつダメージ与えていくって感じらしい。ついに来たか、こっちに。レベル4までなんか成長してやがるな。ならば俺もちょっと強めの銃を使わせてもらおうか。オッケー。帰れ。ほぼいじめじゃないかこんなの。他にもあるね、ダメージが 20% アップする。あー、いいね、これいいんじゃない。これちょっと作ろうよ。オッケー。これでこのドアに攻撃しちゃうとダメージが 20% 入ってしまうって感じらしい。強い。さあどんどん来いよ。逆にこれどうやってこっから突破するんだ、このあのキラーは。ドアをメンテナンスしてくれる。1秒間 2.5% メンテナンスしてくれるらしい。これでドアが回復していくんだ。すげえぞ、これ強いぞこのメンテナンスドア。あ、なんだ、なんか氷の刃みたいなの飛んでくるんやけど。さあどんな気持ちなんだいキラーさんよ、殺人鬼さんよ。あ、でも1人やられた。マジか。
うわ、でもしかも結構設備揃ってんのにな。マジかマジか、敵もどんどん強くなってるんだ。やっぱりパーツのアウトプット 15% をなんか良くするみたいな、これもちょっとつけていこうか。これでパーツもっとゲットしやすくなったって感じかな。テレキテレキ、待ってちょっと待って、ちょっとさらに俺は強化していくよ。やばい、攻撃力強い、強い、焦った。今攻撃力めっちゃ高かったぞこいつ、あぶね12万よこの耐久値は。俺の扉のさあどうするんだい、ここから。おー、いいねいいね、あ、来た、ちょっと待って、来てるが、倒した。俺の銃が一発で倒していく、強すぎる最強やん、こんなん。ゴースト側やらせてください。ゴースト来た。これなんだ、レベル1、やっと来たぞ。は、 F でファイヤー、これなんだ、火を放ってんのか。やばい、15秒間、君たち逃げ惑うがいい。じゃあ君たちにあと8秒の猶予をあげよう。とりあえずと行くぞ、とりあえずここを破壊しまくると、ダメージを大量に稼いでいきながらこいつをやると。しかも左上に、ね、やっぱりあれだな、経験値あるんだな、28、あと28回攻撃するとって感じだな。回復するか、もしかして。オッケー、うわー回復したか。これで一応俺もレベルアップしといて、オッケー、これで次の部屋行こう。そしたらなるべく早く、悟空いる、悟空をなるべく早くこいつ倒したいね。火をまとうと攻撃速度アップするんだ。オッケー、なるほどね、こういうのも有効活用しながらって感じかな。ここでレベルアップしてマックスになって、これ体力マックスになると思うよね、レベルアップすると。これで体力マックスになりながら、オッケー、いいよ。ノーマンさ、早くここ開けるんだよ早くここ開けるんだわ、お前何ちょっと進化してるんだお前、許せねえな。レベル5になったらちょっと弱そうな扉のところをちょっと行こうか。開けろ、ここを開けろと言ってんのがわからないのかオッケー、破壊しろ、よし、壊した、オッケー、おりゃ、よし、まずは一体を撃殺と。さて、残りの皆さんは、こっちに一人悟空がいるが、ここの扉がちょっといけそうじゃないか。おっと、君、作業台なんか作ってる暇は君にはないよ。全然開かない、ここ。いや、待て、ここで、ブースティング使って、オッケー、ここで一気に破壊する。オッケー、一気に、やれ、一気に、よし、ほら、まずは君だ。おら、ちょ、どこに行こうというのだね。くそ、ちょ、待て、くそ、ダメージ、ちょっと食らわされてるが、おれ、よし、やばい、ちょっと、いて、ちょっとダメージいた。いて、やばい、死ぬ、危ない、ここは危なかったな、ちょっと。あと残り2人と。ここちょっとどんどん破壊していく。ちょ待って、うわ、やられたあの光の刃強すぎるだろう。でもなんか今回めっちゃ多くね。俺ここ、いやー、じゃあ、ここ俺なんだよ。あ、待って、君、入ったら、あれ出れないんじゃない、ちょっと、出てけ、お前自分の部屋作った方がいいぞ。自分の部屋作った方がいいって。やばい、攻撃されてる。ちょっと待って、攻撃も仕掛けながら、危ないかな、そろそろ。オッケー、逃げた、危ねえ。危なかったね、今の。やばい、こっち戻ってくんのかよ。やばい、ちょっととりあえずちょっとレベルアップしよう。オッケー。ちょっとこっち登ってくんのマジやばい。聞いてないですよ。危ねえ。あ、レベルアップした。レベルだけ上げてきやがった、俺、人んちの玄関で。なるほど、この子あれなんか、この弓矢持ってないから、削られ放題。てか、経験値めっちゃ上がりたい放題じゃない。あ、やばい、やられた。一人やられた。ここの子やられたんだ。やっぱり経験値っていうか、レベル上げめっちゃさせられてたもんな、ここで。ちょっとなるべく早く、このファイヤープレスとかこれ作っちゃおうか。オッケー。ここに作って、これダメージちょっと通るようにしといて。オッケー。あー、それまずいです。それまずいんで、ちょっと一旦これでこう。やばい、攻撃力高くね？オッケー、逃げてね。オッケー。こっち結構ダメージ通るやつ多いからね。嫌がるはず、敵は。敵からすると結構嫌なはず。やばい、来てるか？やばい。ちょっと攻撃力上げますよ。じゃあ、オッケー。逃げるな。でもレベル5まで来てるな、こいつ。結構やり込んでますね。ゲートダメージもちょっと増やしといてと。まあ悪くないんじゃないか？いや、来てる。オッケー、いいね。ナイス、こっからの攻撃。てか、この子結構まだ弱いな。やばい、この子多分やられちゃうかもしんない。あ、しかもレベルアップさせられてる。レベル6か。やばい、ゲート壊される、この子のゲート。またレベルアップした。まずい、レベル7のキラー結構まずくない？あ、破壊されてる。逃げて。あー、やられた。そんなバカな。やばい、怖い、どうしよう、怖い。絶対こっち来る。次来るなよって言ったよな俺今。来る、やばい、破壊される。やばい、危ね、ちょ
ちょっと待って、ギリギリで耐えて、ここで見よう。ここで見て、やばくなったらここ押す。やばくなったここ押す。オッケーオッケーオッケー、帰れ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 、破壊し、倒す倒す倒す、おっし、もうちょっとやったのに。もうちょっとやったのに今。大丈夫かな、この子。あ、やばい、あ、破壊された、あ、やばい、やられた、やばい、どんどん破壊されてる。決壊してる、俺たちの楽園が。そんな、ちょっと怖い怖い、ちょっとどうしようかな。ここら辺も絶対あげといた方がよくって、ここもは絶対あげといた方がいい。ここも絶対あげといて、ちょっと待って、コインがちょっと少ないな。ちょっとコインちょっと早く貯めたいな。ちょっとコインをちょっとあげたいから、これだ、これをどんどんアップして、コインをさらにゲットしないと結構まずい。やばい、キラ強いぞこれ。レベルアップした、やばい、あ、やばい、やられてない、やられるくない、やられた、あ、いた、いや、まずい、嘘だ、やばい、やられた、嘘だろ、そんなことが。ちょっと待って、どうしよう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 。ちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って、攻撃力いくら、うわー、ちょ、結構やばい、結構やばいけど、俺も結構耐えれるはず。耐えて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 、いや、回復してるもん俺のところ。めっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い、俺回復めっちゃついてるからね。さあ、ここを来れるかな君。もう一個ちょっと回復追加しておこう。これで回復4倍と。さあ、君にここの扉が破れるかな。破られてない。見て、どんどん回復してます。攻撃されてもどんどん回復してしまう。その間にも攻撃は通ってる。強すぎる。強すぎる。そしてレベル10も1個作っておきましょうか。 OK、 レベル10の弓矢も完成と。もう1個ぐらい作れない。あ、作れないな。ここめっちゃ強い。レベル10めっちゃあるぞこれ。これ強すぎるだろう。いや、マジで強い。見て、マジで強い、マジで強い。ほら見て、全然強化しなくて、ほら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 、帰れ帰れ帰れ。その間にも俺たちのお金はどんどん貯まっていくと、マックスになったぞ。レベル10でマックスなんだ。さて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 。この家強すぎるやろ。めちゃくちゃ豪華。やばい、破壊された、破壊された、あ、破壊されたな。入ってる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 、やばい、残り2人になっちゃった。あ、やばい、あ、やられた。これで俺たち残り2人になっちまったか。けど俺たちの砦結構マジ頑丈やからな。破壊できるとは到底思えないけど。これでも、これドアもマックスか、これで。危ない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 。いや、もうこれで、ここで耐えるしかないよな。もうほぼマックスやから、ここら辺で、あとはクロス棒をめちゃくちゃ強化するとか、それぐらいしかやることはなさそうだな。あ、来た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 。やれ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 。いや、俺の方が圧倒的に強い。俺の方が圧倒的に強い。おい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 、光の刃、くっそ。いいところで逃げるな。だが光の刃をさらに追加。見てくれこれ、鉄壁の布陣を。レベル10やけど、もう回復がすごいことになってるもん俺。ほら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 、帰れ。暗い暗い暗い、光の刃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 、暗い暗い。オッケーオッケー、帰れ帰れ帰れ。もうちょっとのところでいつも逃げるよねあいつ。ダメ押しでさらにもう一つ光の刃を追加。見てくれこの輝かしい場所を。さあさあさあ、食らうがいいお前たち。いや、レベルアップした。こいつまだレベルアップは残してんのか。結構強い結構強い結構強いが、リジェネがしっかり効いてるんですよね。さよなら。もうこれは観念したらいいんじゃないか、殺人鬼さん。俺の勝ちはもう見えてるよ、目に見えてるよ。あ、倒した。てか抜けたんかな。まあこの光の刃たちには勝てなかったということだよ。ということで、この動画楽しんでくれたらチャンネル登録と高評価もよろしく。また明日、バイバイ。